さくらさんが理想とする女性専用風俗店がオープンしました。それはどんなサービスを受けれるところですか？具体的に教えてください。女性用風俗ですか？行ったことないから全く想像がつかないので、本当に現実と離れすぎてたら恥ずかしいんですけど、私の理想を語るとすれば、まずイケメンで細マッチョだらけのお店です。男の人はいろんなタイプの男性、イケメンがいて、可愛い系のイケメンだったり、王道な好青年派だったり、ワイルド系だったりです。で、それで、ゴリゴリのマッチョではなくて、程よく筋肉がついた細マッチョの方ばかりのお店です。そのお店のコンセプトは、お客様が一つの国のお姫様で、お店の男性たちは執事だったり、隣の国の王子様だったり、っていう感じでおとぎ話のような世界観で接客してくれるところです。自分がお姫様役だからすごい甘やかされて、それでお店の人は最低2人で接客します。1人は執事役でどんな時もそばにいるっていう設定で、もう1人が隣の国の王子様だったり、お姫様を狙う悪者だったりっていう感じで。それで執事の方は私に言いなりで何でもしてくれて、王子様だったら王子様らしくエスコートしながら優しくしてもらって、悪者ならちょっと強引されたり、みたいなおとぎ話のような風俗です。小さい頃に読んだお姫様の話をちょっとエッチに実現できる女性用風俗、どうでしょう？さくらさんは S ですか ?M ですか？またどういった時にそれを実感しますか？私はどちらかというと S かなと思います。相手が気持ちよくなっているところや辛そうな顔をしているのを見るのが好きなので、そういう表情を見ていて楽しんでいると私は S なんだなって実感します。あと相手に主導権を握られるのが嫌だし、あと言葉攻めされたりすると何言ってんのこの人みたいな感じで冷めてきてイラッとするので、やっぱり S なのかもしれません。 S なので相手に目隠ししたり手を縛ったりして舐めたりするのが好きです。理想は目も隠して手を縛って相手の自由なくして私の好きなことをして相手の苦しむとか辛そうな顔を見てみたいなって思います。でもなんかここまで話してくるとどちらかっていうよりやっぱり絶対 S ですよね。でも女の子は M の方が従順で可愛いイメージなので、 S だとなんだか損してる気分です。一番いいのは相手の男の人に合わせられて変えられる人が最強なのかなって思います。皆さん私みたいな S でも大丈夫ですか？